はい、どうも、ボーダーです。今ですね、京都烏丸に来ております。で、今日は、2月の11日に土曜日ですね。非常に、人がめっちゃ多いです。で、今からですね、ちょっと街ブラをしたいなと思ってまして、で、この後ちょっとね、ランチに行こうかなと思っております。では、ちょっと今から向かいます。やっぱ週末の京都はすごいですね、やっぱり。人がめっちゃ多いですね。ここまっすぐで合ってたかな。ちょっと待って、地図見ますぞ。もう合ってますね。もうちょっとで着きますね。すごいこう人も多いですけど、車の量もやっぱ多いですね。あれ合ってるかな。ちょっとめっちゃ不安になってきました。どう、なんかやった。あ、ここ錦市場通っていくのかな。
もしかして。あ、でも錦市場の手前。あ、でも中入っていくか。ちょっと錦の中入っていきます。すごいな、めっちゃ人すごいわ。錦って有名じゃろ。いやーすごいな。はい、流れ食べましょう。ここのねクロワッサンめっちゃ美味しかったですね。もうちょっとまっすぐか。すごいわ本当に人が。いやちょっとこれは、いやこれ全然前に動かんぞ。うわ、マジでうまそう。うわ、うまそうやわ。いや見る限りね、今年入って一番人多いかもしれないですね。よし、これをね左曲がります。あ、こん、おいいね、これも昼飲みたこ焼き、いいね。おお、ここです、ここです。多分ここです。箱町って書いてます。いや、でも一人食べてしまった。いや、そうやね。俺食いたい。よっしゃ、着きました。ちなみにね、予約してます。
14時で、はい、多分ね予約しないと多分土日は多分ねちょっとね満席で入れないかもしれないですね。焼肉はしかもそれはその一軒やったから。ちなみにこれですね。クレープもあるみたいですね。美味しそう。これ誰のやつですか？うまそうやな。なんかね、お店が移転しましたね。なんか前はここじゃなかったですね。よし、じゃあちょっとそろそろ入ろうかな、中に。では入ります。じゃあI'm going to go to the hospital.
はい、いやめちゃくちゃ美味しかったですね。ぜひ皆さんも、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ぜひ参考にしてください。で今からちょっとだけね、ちょっと散策をしたいなと思います。なんかどっかね、ちょっとなんかコーヒーでも飲みたいなとは思ってるんですけど、なんかちょっといいとこ見つけたらちょっと入ろうかなと思います。すごい、ここもなんかうまそう。あー絶対うまいやつやなこれは。あーまあいい値段しますね、やっぱり3950円。まあ絶対うまいよねこれ。どっち行こう。めっちゃ悩むな、どこ行こうか。ここちょっとまっすぐ行こう。ちょっとね、久しぶりにあそこ行こうかな。エレファントファクトリーコーヒーっていうお店にちょっと行こうかな。こっからちょっとね、だいぶ歩きますけど、ちょっとそっち向かいますわ。ここもなんかおしゃれそうなカフェですよね。うわ、寺町通りは絶対人多いと思いますね。
あ、すごいゴリラ怖いな。ほんでまたいいな人が。なんかマジでいつもよりか人が多い気がするわ。にぎわってるわ。いやこれはすごいとんでもないにぎわいだな今日は。ちょっと噛んだな今。こんなんできたんだ、すごいね。前こんなんなかったよ。へぇ。お、猫カフェです。こんなんあるんだ。ちょっとかわいいやん、これ。キャットベーグル。キャットベルココアもあるわ。すごい。いいやん、ここ。ちょっと待って、猫ちゃん見ようか。かわいい。めっちゃかわいい。おお、この猫ちゃんかわいいわ。かわいいね。こっちもいますね。こっち寝てるわ。あ、2階が猫カフェなんだ。1階は普通のカフェなんだね。お、牛カツ並んでるわ。すごい。
てかさ、ここのコーヒーでもいいんやけどな、別にね。渡ります。確かにこれ地ですね。多分やってると思います。まあ土曜日なので、やまあ営業してるでしょう、おそらく。まあめっちゃ久しぶりに行くね。約1年ぶりかな。多分ね、並んでるでしょうね、おそらく。おっとっとっと。さあ到着しました、こちらですね。エレファントファクトリーコーヒー。よし、ではちょっと上に上がります。よいしょ。はい、ちょっとね、まさかのハプニングがありまして、ちょっとね、現金をね、
持ってくるの忘れてまして、財布ごとちょっと忘れちゃいまして、で電子マネーがね使えないということで、まさかちょっと今から、ちょっと急いで家に帰ってちょっと現金をちょっと、家から持ってきたいと思います。いやー、やっちゃった。いやー、まさかな、財布忘れると思ってなかったですね。やっちゃったマジで。まあ仕方ないか、まあ、とりあえず今から急いで家に帰ります。はい、でね、コーヒーはめちゃくちゃ美味しかったです。で、人もめちゃくちゃ多くて結構そうですね、並んでましたね。はい、ということで今日はこの辺でちょっと動画を、終わりたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではちょっと急ぎます。皆さんまたね。はいはい、無事ですね、お金を払ってきました。ちょっとまだこれからちょっと気をつけたいと思います。それではまたこの辺で動画終わります。バイバーイ。